まだか。まだ待ち続けなくちゃいけないのか。早く来い。あの赤い糸を伸ばして俺のところへ。早くここに来て俺を殺して世界を救ってくれ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。サスケーブル接続開始。大丈夫、頑張ろうね。これがサスの痛み。でも大丈夫、耐えられるわ。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。カサネランドール、本人と確認。これより怪異討伐軍入隊適正試験を開始する。怪異をすべて討伐せよ。この試験で配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、念力なら怪異を殲滅できる。戦闘向きだってお姉ちゃんも褒めてくれたし。こんなところね。次は大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だ。こんなところね。試験終盤に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、油断は禁物だ。こんなところね。
こんなところね。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。カサネちゃん、お疲れ様。試験どうだった？私はいつも通りよ。ナオミお姉ちゃんは？カサネちゃんに注意されていたことに気をつけたら、実践用のサスにも耐えられたの。ありがとう。お姉ちゃんの潜在能力はすごいのよ。もっと自信を持つべきだわ。でもよかった、カサネちゃんがいつも通りで。今朝またあの夢を見たって言ってたから。レッドストリングスの夢？うん、子供の頃からずっと見てるよね。そうね。レッドストリングスから手を離さないで。カサネちゃんの超能力と関係があるのかな？海抜群で私の超能力を解析した情報を見た限りではあまり関係はないみたいだけれど、わからないことを悩んでいても仕方ないわ。それより私はお姉ちゃんのことが心配。同じ隊に配属されるかしら？こればっかりはわからないな。でも私もカサネちゃんと同じ隊だと嬉しい。カサネちゃんって誤解されやすいタイプだから、そばで見ていないと心配なんだもの。それはこっちのセリフだわ。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。ひどいよカサネちゃん。あ、そうだ、この後スメラギリオに行くんじゃなかった？あ、そうそう、今バッキーちゃんのコラボやってるんだ。おみくじ引くとアクキーもらえるの、楽しみだな。お姉ちゃんって本当にバッキーちゃんが好きなのね。だって可愛いじゃない。ほら早く行こう。ブレイントークを使うようになってからこればかりになってる気がするわ。他人に聞かれる心配もないし、周りが騒がしくてもよく聞こえるから便利よね。そうそう、たまに独り言までブレイントークで言っちゃうの。もし聞こえても笑わないでね。
結構人がいるのね。この間までお彼岸だったからかな。ここは建国の父ヤクモ・スメラギのお墓だし。お墓なのにバッキーちゃんとコラボしているの？国としてはヤクモ・スメラギを身近な存在にしたいんじゃないかな。まあみんな神様ヤクモ様助けてって神頼みしてるから十分身近な気もするけど。ヤクモ、人類を救った英雄だったかしら。教科書で見たことがあるわ、マスク姿の。うん、断絶の春の時に顔に大怪我を負ったって教えられたっけ。評議会議長のご先祖様でもあるしね。あ、そういえば私たちの同期にスメラギ家の人間がいるらしいよ。そう、興味ないわ。それよりおみくじあったわよ。あ、私大吉だった。海抜群生活もなんとかやっていけるかも。かさねちゃんは大凶。おお、じゃあそのおみくじちょうだい。あ、はい、かさねちゃんに私の大吉あげるね。いいわよそんなの、単なる紙切れじゃない。私お姉ちゃんだもの。かさねちゃんを悪い運から守ってあげたいのね。お姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。でもこうしていると平和だね。怪異が襲ってくるなんて嘘みたい。でも町から外に出ると怪異が徘徊している世界よ。かさねちゃん期待されてたよ、教官たちに。すぐにセプテントリオンに近いランクまで上がるだろうって。ランクなんてどうでもいい、私はお姉ちゃんを守るだけ。もうさっきも言ったでしょ、私がお姉ちゃんなんだよ。私だってかさねちゃんを守るんだからね。そうね。もうバカにしてるでしょ。お姉ちゃんどうかした？あ、ううん、今通った二人組の右側の子ちょっとかっこいいなって。そう、二人とも海抜群の隊員みたいね。入隊したら話す機会もあるんじゃない？そうかな、そうだといいな。ね、バッキーちゃんのアクキーももらったし、どこかでお茶していこうよ。ええ、どこかカフェにでも入りましょうか。の怪異予報だと襲撃レベルはゼロだって言ってたのに。怪異が街の中に。総員迅速に行動せよ。怪異による侵入を許すな。警報だ。スカーレットガーディアンの出撃か。
セプテントリオンのカレント吹雪だ。トリオンのカレントラバース連隊長と吹雪スプリング連隊長、カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ、展開。民間人はシェルターへ。さすがセプテントリオン、ここはあの人たちに任せておけば大丈夫ね。お姉ちゃん、シェルターへ避難しましょう。あ、うん、急ぎましょう。怪異が一撃で消滅。さすがセプテントリオン君一等、ブレインイーターカレントラバース少将です。ブレインイーター？何？怪異みたいに脳みそを食べるの？違うよ、カレンさんは人の超能力をコピーできる超能力者なの。だから一人でいろいろな超能力を使えるすごい人なのよ。おっと、怪異の反撃。しかしトラバス少将動じません。スプリング少将がすかさず怪異を凍結させます。セプテントリオンの人たちって本当に強いんだね。テレビを見ている場合じゃないわよ。早く避難しないと。誰か！危ない！お姉ちゃん、危険だわ。私たちまだ正規隊員じゃないのよ。だけど、あの人を見捨てるなんてできない。今怪異と戦える超能力を持ってるのは私たちだけだもの。お姉ちゃんがあの人を助けたいなら私が行くわ。私も行く。わかった。じゃあお姉ちゃんは右を、私は左を叩く。うん、わかった。お姉ちゃん、決して無理はしないで。深追いは禁物よ。わかってる。怪異の数が多いが、このままじゃ逃げ切れない人が出る。こんなところね。そうや、分かったわ。ここは危険です。すぐにシェルターへ避難してください。はい、ありがとうございます。お姉ちゃん、まだ怪異がいるけどやる？うん、他に被害が出ないようにしなくちゃ。じゃあ怪異を殲滅するわよ。しないで、見つけ次第片っ端から叩いていくわよ。了解。次は、こんなところね。あの二人、さっきスメラギルドで見かけた。10秒後に怪異が。ええ、あの二人やられるわね。お姉ちゃんは飛ばされたやつを回収して、私はあの怪異を叩く。了解。は
民間人じゃないわよね。あれ、君。あなた海抜群よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう、どちらにしても目的は同じね。目的って？あなたバカ。は？し、来るわよ。え、何が？行くわよ。え、ああ。君も海抜群だよね。ブレイントークできるんだし。状況わかってる。カイを倒してからにして。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。カサネちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜群の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン。こっちはユイとスメラギ。私はナオミです。ナオミ・ランドール。この子は妹のカサネ・ランドール。君たちか。余計なことをしてくれたのは。スカーレット・ガーディアンの活躍によって怪異は一掃された模様です。何？竜神区での怪異討伐戦、見事な勝利でしたね。え、あの、もしかしてこれって勝利インタビュー？そうですよ。今のお気持ちは？誰？ここならゆっくりお話ができそうですね。あの、一体何がどうなって？僕はルカ・トラバースです。セプテントリオン君6等のルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど。でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。ありがとう。素直なのはいいことです。4人とも海抜群訓練生で間違いないですね。ダメですよ、訓練生が勝手に怪異と戦闘するなんて。すみません。空白地帯に怪異の侵入を許し、市民に被害を出しかけたのは怪異討伐軍側の落ち度では？カサネちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネ・ランドール訓練生。各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね？
了解しました。あれは、ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。ええ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は一種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより、強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。どうしたの、カサネちゃん。あの二人と一緒に本部に行ってもよかったのに。ダメよ、あの二人厄介事しか持ち込まなそうだもの。あまり関わらない方がいいわ。だけど、もしかしてあのユイトってやつが気になるの？ほら、スメラギ寮で見かけた時からちょっとかっこいいかなって思ってたから。そう。じゃああの男がどんなやつか素性を調べておくから、それまであまり接触しないように。え、素性って？ユイトさん、スメラギ家の人間でしょ？スメラギ家？ほら、評議会議長の。ああ、評議会議長の息子なのね。なら調べやすいわ。カサネちゃん。いいの、お姉ちゃんは少し抜けているところがあるから私に任せて。さあ、とりあえず本部に向かいましょう。あ、カサネちゃん待って、髪飾りが曲がってる。え、直してあげるね。うん、これでいいかな。ありがとう。こちらこそありがとうね。いつもつけてくれてて。カサネちゃんの趣味じゃないと思うのに。お姉ちゃんが作ってくれたものなら何でも好きになるわ。それにこれは姉妹の証でしょ？うん、姉妹でお揃い。ずっと大事にしてくれると嬉しいな。
例の訓練生たちが現れました。おそらくナオミ・ランドール訓練生とカサネ・ランドール訓練生でしょう。町に侵入したカイとの戦い、お見事でしたね。え？お姉ちゃん、相手にしないでさっさと行くわよ。まだ訓練生の立場ですが、怖くありませんでしたか？ランドール重工の CEO であるお父様は訓練生になられたことをどうお考えなのでしょうか？美人姉妹登場だな。お前がカサネ・ランドールか。それが何？カサネちゃん、そんな喧嘩腰じゃ。おいおい、シデン、そんな声のかけ方じゃ友達ができないぞ。瀬戸さん、僕は別に。ああ悪い、先にこっちを済ませなきゃならないんだ。カサネ・ランドール訓練生並びにナオミ・ランドール訓練生だな。俺は第二連隊08小隊の瀬戸鳴上だ。セプテントリオン訓7等の瀬戸鳴上隊員ですか？ああ知ってたのか。ま、そんな風にも呼ばれてるな。それより二人ともスメラギ本部長がお呼びだぞ。至急本部長室へ向かってくれ。スメラギ本部長、ユイとスメラギと関係があるの？ユイトさんのお兄様よ。そうか、ユイとスメラギと一緒に戦ったんだったな。ユイトと違って本部長は厳しい方だぞ。どうせ訓練生が勝手に出撃するなって小言だろうが、叱られるのも仕事のうちだ。頑張れよ。ま、俺はよくやったと思ってるけどな。